Bueno, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la secundaria en Japón. Y acá estoy con un amigo. Hola, me llamo Ryutaro, mucho gusto. Así que nada, nos vemos ahí, muchachos. Más allá de mi karuku, jiko shoukai, onegaishimasu. Ryutaro です。22歳、大学を最近卒業したばっかりで、今は、最近社会人になったばっかりです。で、大学時代にスペイン語を専攻していて、まあ、スペインよりもラテンアメリカに興味が、あったので、メキシコとキューバとアルゼンチンには大学生のうちに行くことができました。まあ、その初めにその日本の中学生の一日ってどんな感じですか？中学生の一日、まあ、学校始まるのが大体8時半ぐらいにはもう学校みんな、集まって、でその後授業が始まって、多分学校によると思うんですけども、大体1回の授業は 50分ぐらいかな。で10分休憩があるっていうのを5回6回ぐらい繰り返して、大体4時ぐらいに授業が終わって、でその後部活動入ってる人は、まあ、練習が大体毎日ある部活もあれば週に何回かだけっていうのもあって、6時とかぐらいまでやってて、で、まあ、あとその後たくさん、まあ、ほとんどの人は塾とか習い事に行くっていう人がたくさんいて、それをまあそうですね、19時とか10時ぐらいまで、特に塾だと10時ぐらいまでは毎日7時から10時勉強して、で1日が終わるっていうのが多いと思います。結構朝の8時から夜の10時ぐらいまでずっと外にいる感じですか？そうですね、あんまりその特に部活動とかで毎日練習があるようなクラブに入ってると、多分家帰る時間はなかなかないんじゃないかなって思います。まあ、部活ってどんな部活があるんですか？部活は、まあ、運動する部活と文化部って言って、まあ運動じゃなくてそれ以外のことをする部活に分かれるんですけども、運動部だと結構有名なサッカーとか野球とかバスケットボールとか陸上部とか、まあ、そんな感じ、本当に体を動かしてっていうのが多いです。で文化部だと結構学校とかにもよるんですけども、一応まあ吹奏楽とかも文化部かな。あと結構と面白いのだとパソコン部とか調理部みたいなのがあったり、茶道部とか日本っぽいのだとあったり、まあいろいろ。ちなみに何部だったんですか？と僕は野球部で、中学校の時と高校の時もずっと、野球部で毎日練習してました。野球部ってまあその1日どれくらい練習するんですか？と学校終わった後、まあ、4時に学校終わったとしたら、そこから練習して、まあ、6時半ぐらいか、長い時は夏だと太陽が長く出るから7時とか7時半ぐらいまで練習してっていう感じ。なんか最近はもう6時以降はやったら練習してはいけないってルールができたらしいです。多分守ってないかな、誰も多分守ってないですけど。学校の後以外にもなんか練習ってするんですか？と学校の後以外はまず平日学校行く日だと学校の前にも練習、朝練って言ってやるのがあって、授業が8時半からだったとしたら、まあ7時半とか8時半に来て練習するっていうこともありました。多分強いチームはもっとそれをしてると思います。で、まあ、土曜日と日曜日も基本的に練習あるので、試合のない日は半日、朝から朝8時ぐらいから12時とか1時まで練習するか、午後の1時から6時ぐらいまで練習するかっていうのをしていて、試合がある日は1日中、例えば自分の学校が広かったらそこで、相手の学校を読んで練習した、試合したり、あとは、まあ、相手の学校に練習試合をしに行ったりっていうのが、まあ、ほぼ1年間休みがなくやってました。じゃあほぼもう週7で野球してた感じですか？そうですね、週7でやって、まあ、たまに月に1回休みがあるかなないかなってぐらいです。なんかその野球部でなんか特別なルールとかありましたか？とまず野球部は基本的にどこの学校でも、坊主、髪の毛全部剃って坊主っていうのが多いです。基本的に、まあ、理由は多分ないんですけど、そんなちゃんとしたとりあえず野球部は坊主っていうルールがあります。あと特に多いのが、入学した1年生の時は野球部だけでも野球はできなくて、その基本的には先輩のお手伝いとかボール拾いとか、あとはあのグラウンドよりも奥のところで筋トレばっかりして、でその先輩が引退したらやっと野球の練習ができるっていうことが多いと思います。実際その期間で辞める人とかいないですか？あ、結構たくさんいます割とそこでもういいやってなったり、あと、まあ、僕が中学生だったのは10年、もう10年くらい前なんで、もっと今より暴力とか
厳しかったんで、先輩が後輩をいじめて、なんか健康診断で殴られた跡とかあるっていう風になったりして、普通によく問題になったりしてました。まあ、次にその学校のルールとかってありましたか？なんか特に中学校とかは、中学校は厳しいことが多くて、まず制服はまあ絶対着ないといけないんですけども、髪型も、例えば男の子はあんまり長いといけないから、耳に髪の毛がかかっちゃダメっていうルールがあるけども、刈り上げバリカンであと着るのもダメっていうルールがあるから、みんな同じような、まあ、丸した髪型になってて、女の子は、まず長い髪の毛もあんまりよくなぜか良くなくて、肩に髪の毛がついたらルール違反やから、それよりも短くするとか、あと切りたくなかったら結んで、後ろに結んで一つにしましょうね、ポニーテールにしましょうっていうルールがありました。で、まあ、制服の着る以外にも、例えば制服の下に着てるシャツとか、まあ、下着、女の方は下着も絶対白にしないとダメですっていうルールがあったり、あと靴下は絶対白にしましょうねと、本当はこういう多分黒いのが入ってこれくらいやったら OK かなってぐらいで、靴は真っ白じゃないとダメですよっていうのが、もちろん髪の毛を染めたりとかピアス開けたりというのは絶対ダメです。女子って、まあ、あの1年中寒い時もスカートじゃないといけないんですか？ああ、そうですね、そのスカートが最近は結構ズボンを用意したりするっていう制服も増えたんですけども、僕が中学生の時は絶対にスカートで、なんか冬場でもその下に多分そういうなんか暖かいのとか入っててもダメなんで、ここに絶対スカート流され、これ以上長くも短くもしてはダメですよみたいなルールやったと思います。じゃあめっちゃ寒いです。そうですね、冬場とかめちゃくちゃ寒いと思いますし、なんか聞いたことあるのは、制服を着てるかどうか分からなくなるから、どんなに寒くても制服より上の、例えばコートとか、なんていうんですかね、あのダウンとかも着るのは禁止っていうのは聞いたことあります。そうですね、なんかよく分からんけども、そんな厳しい謎のルールがたくさんあると思います。まあ、制服以外になんか禁止なものってありましたか？まず女の子だと化粧は禁止です。多分目とかにもしやってたら、多分先生からお前何してんねんっていうのは聞かれたりとか、あと、携帯も持ってくるのは基本禁止なので、まあ、特に近くの学校に通ってるところは禁止っていうのが多いです。まあ、遠かったらで親が心配とか言ったら、多分学校の先生に許可を取って、あと、あ、そうや、あの水泳の授業があるけども、ゴーグルをつけるのは、まあ、禁止というか、つけたかったら先にこういう理由でつけたいからお願いしますという紙を出さないといけないです。なぜかゴーグルなくてきつくなくて、きついです、きついんで多分半分以上は出してたかなと思います、何かしら理由をつけて。あとだから体育の授業とかでも、どんなに寒くても半袖より半袖と短パンでやるっていうのが、まあ、たまに、あ、その最初のアップぐらいは長袖でもいいけども、それもでも半袖の上に長袖着てだけだからすごい寒いです。じゃあ、食べ物とかどうですか？食べ物は基本的に外から持ち込むのもまあダメやけども、たまに先生によって許してくれることがあって、中学校の時は友達がマクドナルドを買って持ってきて教室で食べてたら、先生に見つかって、お前あかんやろって言われながら、先生もそのポテトを食べてました。ちなみにお菓子とかってどうですか？お菓子も持ってきちゃダメで、これも僕は中学校の時に、みんなでハロウィンの日にお菓子を持ってきて割ってもらったら、すごく怒られて、教室に放課後全員集められてものすごく怒られました。中学生の恋愛ってどんな感じですか？は、なんかあんまりみんなオープンにしないです。結構隠したりして、こそこそ、まあ、付き合う人はこそこそ付き合ってたりとか、その相談するのも本当に仲いい人だけに言ったりっていうのがあるんですけども、結構それが原因でトラブルになることも多くて、例えば誰かの好きな人をみんなに広めたとかで、一回それで小学校の時ですけど、多分確かそれが原因で思いっきり友達に下からアッパー食らわされて目のあたりが1週間ぐらい腫れてたような記憶があります。Bueno, muchas gracias por ver el video. La verdad que muy estricto la secundaria en Japón. Y bueno, algo que sea el último. はい、もし日本のこともう少し知りたいという人がいれば、日本人と
ラテンアメリカとかスペイン語系の人たちが交流するためのグループを、グループというかズームの集まりを毎週日曜日にの朝11時からやってるので、そこにもぜひ参加してみてください。多分ここにズームが、ズーム、グループのリンクとかインスタグラムのアカウント載せてくれると思います。Gracias. Sí, tipo está haciendo una reunión todos los domingos, así que nada, si quieren ver, vayan. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.